안녕하세요. 아, 비리티리스를 그대로 보고도 기린 후와 텐다 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 기린 후와 텔다 텔다 텔다. 하이, 토요고도데 콘카이와 소구 시타라 스그니 니게루 시카 나이케도 제타이니 니게키레나이 바케모노 타치오 요니 호도 코노 헨타이 오바케 기린 후와가 고쇼카이 시키키토가소 쭈쭈 우키미짱. もしかするとこの動画を見ている人の中には不気味ちゃんの噂を耳にしたことがある方もいるかもしれません。ちなみにテレビで乳首が突起したフワちゃんの噂は今回は関係ありません。なんでも噂によると不気味ちゃんとはトイレに現れる女の子の幽霊なのだそうです。トイレに現れる幽霊といえばトイレの花子が有名ですが、花子が3番目の個室に現れるのに対し不気味ちゃんは1番奥の個室に現れる とのことです。またトイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。不気味ちゃんは生前同級生からひどいいじめを受けていて、いじめっ子たちがプールの中に不気味ちゃんの大事なものを落としてしまい、大事なものを探そうとプールの中に飛び込んだ結果、彼女は溺死してしまったのだそうです。また不気味ちゃんは溺死してしまっていることから、その体は水分を大量に含んで くぶくに太っていて、まるでキリンの素顔かと言わんばかりのびっしょくわるい醜悪な顔をしており、びっしょびっしょに濡れた姿で現れるとのこと。ちなみにこれは先に言っておいた方が良かったのかもしれませんが、実は不気味ちゃんは彼女の噂を耳にしてしまった人の前に現れるそうなので、もしかすると今この動画を見ている皆さんは理論上不気味ちゃん円カウント率がほぼ 100%かもしれません。ただし不気味ちゃんはトイレの神様なので、今すぐエリスウルトラガード朝まで超安心、パーフェクトブロック400カッコ特に心配な夜用、加熱器12枚を着用して一生トイレに入らなければ回避できるかもしれません。ちなみに不気味ちゃんはトイレにやってきた人の前に現れ、何かしらの質問を投げかけてくるらしく、その質問に答えられなかった人は不気味ちゃんにどこまでも追いかけられ、無残な方法 で殺されてしまうそうです。また彼女はとても意地悪で嫌味な性格をしていて、トイレの花子と比べても性格は相当残忍と言われているため、楽な死に方はできないそうです。野行さん。 夜行さんは阿波の国、つまり現在の徳島県に伝わる妖怪です。そしてこの話は夜行さんを見たことがあるという OL B さんの体験談になります。2月3日、つまり節分の日に B さんはいつも通り会社からの帰宅ルートにある歩道橋を渡っていると、少し離れたところに変なものが見えました。それは馬に乗った一つ目の鬼のような生き物で、しかもその馬には首がなかったのです。 12気づきでしょうか。するとその馬に乗った一つ目鬼の近くに一般男性が通りかかるのが見えました。一般男性もその鬼の存在に気づいた様子で、まるでハム太郎とでも言わんばかりにとっとこ走って逃げようとしますが、時すでに遅し、鬼と目が合ってから数秒と経たずに鬼が乗っていた首なし馬に圧倒的なスピードで追いつかれ、ものすごい勢いでピッと蹴り飛ばされてしまいました。一般男性がその時 脱糞していたかどうかは定かではありませんが、ハム太郎はそれからピクリとも動かなくなり、結局大好きなひまわりの種を食べることはできませんでした。そしてそんなハムを横目に鬼は静かに消えていったそうです。この鬼は夜行さんと呼ばれ、節分や大晦日、それから夜行日、忌日の夜に現れるそうです。また夜行さんはいつも夜中に現れ、出くわすと首なし馬にピュッと蹴り殺されてしまう ことから江戸時代では誰も夜に出歩こうとはしなかったのだとか。ただし夜行さんに出くわした時に頭に草履を乗せて地面に伏せると回避できるのだそうです。とはいえ現代人はほぼ草履を持っていないことに怖えって、夜行さんに出会ってしまうとその圧倒的なスピードで出会って5秒でピュッとされてしまうので、実質出くわしたら最後の早漏妖怪と言えるでしょう。ペケペケ。
先にお伝えしておくと、この話を聞いた人の元には3日以内にテケテケがやってきます。なので今のうちに3日後のスケジュールをしっかりと開けておいてください。いいですか？それが社会人としての最低限のマナーですよ。テケテケとは下半身がない女性の姿をしており、下半身がない代わりに異常に発達した両腕を使って走って追いかけてくる化け物です。ということでテケテケは僕と同じようなタイプの下半身がない系モンスターになります。ちなみにテケテケと遭遇した場合、狩にとっとこ逃げようとしても時速100キロから150キロで追いかけてきて、鎌のように発達した腕で上半身と下半身を真っ二つに切り裂かれてしまい、テケテケと同じ姿にされてしまうのだとか。これには時速60キロの僕もお手上げですね。てやんで。ですがこのような恐ろしい立ち回りとは裏腹に、意外にも顔は童顔で可愛らしく、そのギャップが一層恐ろしさを際立てているとのことです。そんなテケテケはもともと北海道の室蘭に住む女子高生でした。その女子高生はある真冬の日に電車にはねられ、上半身と下半身が真っ二つになってしまったのですが、寒さのあまり切断部が止血されてしまい、地獄の苦しみの中しばらくの間生きていたそうです。ですがかろうじて息があった女子高生は周りに助けを求めたものの、その声にならない声は誰にも届かず、結局駅員からブルーシートをかけられてしまい、死亡と断定されてしまいました。そしてこの時誰からも助けてもらえなかった恨みから、女子高生はテケテケになり、それからというもの失った下半身を求めて人の体を切り裂いて回っているのだそうです。ですがそんなテケテケにも対処法が。あれも対処法ですが、テケテケに向かって地獄に帰れと叫ぶとテケテケは姿を消すのだそうです。またこれは余談ですが、テケテケにはいろいろなバリエーションがあるらしく、中には男性のテケテケもいるらしいので、興味がある方は調べてみるのもいいかもしれません。七人岬。七人岬とは高知県をはじめとする四国地方や中国地方に伝わる亡霊です。まずは七人岬に出くわしてしまったという女性 C さんの体験談をお話ししていきます。営業職の C さんはその日営業者で山の中にある取引先の会社を訪問していて、その帰り道ちょうど喉が渇いていた時に自販機を見つけたので、車を止めてプーと少し休憩することにしました。C さんは車を降りてハイライトにジョコッと火をつけ、煙を吹かしながらキリンファイヤーをガブ飲みしました。そしてハイライトを20本吸い終わった頃にはすっかり夜も更け、山道だったということもあり、あたりもかなり不気味な雰囲気になってきたので、20本目のファイヤーを飲み終えたらすぐに帰ろうと思ったその時、突然ゆっくりとこちらに向かってくる数名の足音が聞こえました。最初は動物か何かだろうと思いましたが、念のためあたりを見回すと、そこにはうつむきながら歩いてくる7人の人がいました。その7人からはまるで生気が感じられず、なぜか一列に並んでこちらへ向かってきていました。 C さんは最初ニコチンを決めすぎたかなと思いましたが、瞬時に危険を感じすぐにその場を離れとっとこ走って逃げますが、その7人はどこまで行っても追いかけてきます。また一度巻いたと思ってもまた7人はすぐに背後に現れたため、かねてからの喫煙によって肺胞の 98% がすでに死滅していた C さんはすぐに息が上がってしまいました。 C さんは普段から1日1カートンのハイライトを吸う化け物でした。そして限界を感じた C さんはとうとう諦めてしまい、手をグッと握りながら覚悟を決めました。するとその7人は急に何事もなかったかのように去っていき、 C さんは間一髪難を逃れることができたそうです。ですがこの時肺を酷使した結果、 C さんの肺胞は残り1つとなってしまったのですが、それはまた別のお話。そしてこの時 C さんが遭遇した7人岬ですが、実はこいつらは7人で1組の亡霊で、こいつらに出くわしてしまった場合、
その人は高熱に見舞われ命を落としてしまうのだそうです。またこれによって命を落とした人は七人岬の一員になってしまい、その代わりもともと七人岬にいた中の一人が成仏して消えるのだとか。ではなぜ C さんは助かったのかというと、実は七人岬から逃れる方法というのがあり、 C さんは無意識にその方法を行っていたからなのです。というのも C さんが最後に諦めて自分の手を握った際に親指を拳の中に入れる形をとっていたのですが、これこそが七人岬から逃れる唯一の方法だったらしく、この方法を行った場合のみ七人岬は何もせずに消えるのだそうです。 C さんはそれからしばらくして最後の肺胞が死滅し、健康上の理由で亡くなったとか、今も元気だとか。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てウッコパニアバンサウヌグムアンテルアンテルナイス كنت قرنية تحمل المسؤولية と思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、良ければベルマークの通知登録もよろしくです。終わり。